ササリュダムは、北海道函館市を流れる二級河川、亀田川水系ササル川に建設されたダムである。函館式業局上下水道部が管理する水道専用ダムである。日本に現在6基しか存在しない形式、バットレスダムの一つであり、日本で最初に建設されたバットレスダムでもある。現在でも函館市民の水亀として稼働しているが、 歴史的価値の高いダムであることから土木学会によって土木学会戦勝土木遺産に指定されている。1854年の日米和新条約で函館が開港して以来、函館市は急激に人口が増加。水需要はたちまち逼迫して行った。明治時代以降、従来の地下水、河川からの直接取水に変わる新しい手法として、 近代水道制度が日本にも導入された。函館市は横浜市に続いて全国で2番目に近代水道技術が導入され、この中で第二次拡張事業として函館市への水道供給増強を図る水源として1921年に着工、1923年12月に完成した。設計は小野元木。堤高は25.3メートルで、 形式はバットレスダムである。日本で初めて建設されたバットレスダムで、これ以降三滝ダムまで8基のダムが建設された。採用理由は、当時実例の多いアースダムや重力式、コンクリートダムに比べて建設費が安く、工期が短くて済むからである。現在、土木学会戦勝土木遺産2001に選定されている。なお、 1949年と1984年に改修工事が行われ、当時の外観とは異なっている。停滞中央部130.9メートルはバットレスダム、左岸リ立ケ部30.91メートルと右岸リ立ケ部37.58メートルは重力式コンクリートダムとしている。中央部は温度変化に対応するように3つのブロックに分割している。 亀田川本流には、河川水を貯水池へ引き入れる目的で、笹流貯水池取水堰が設けられている。赤川航空浄水場水上東側に河道堰が設けられ、砂岩の取水口から延長約418メートルの導水トンネルを経て、貯水池まで導く。ダムの上流に笹流温泉があったが、汚水が、 貯水池に流れ込むことを懸念した函館市水道課が1924年に買収して営業を廃止した。建設資材を運搬する目的で、高砂町から笹流ダム、赤川湖九条水上、赤川低九上水上まで、専用の間域度 12.55km を敷設し、軽油機関車や馬トロを使用した。ダムによって出現した人造湖は、 笹流貯水地として2005年財団法人ダム水源地環境整備センターの選定でダム湖100選に選ばれている。ダム下流は公園として整備されており、函館市民の憩いの場としてピクニックやスポーツのほかバーベキュー設備も整っている。秋は紅葉スポットでもある。なお、笹流川が注ぐ亀田川上流部には同じく函館市水道局によって 中野ダムが建設されていたが、北海道の亀田川総合開発事業によって補助機水ダムとして改築された。この新中野ダムは日本で最大級の重上げ工事を行ったダムである。この新中野ダムも周辺にキャンプ場等を備え、夏季における函館市民のレクリエーションスポットとなっている。函館水道100年市函館市水道局。 P265 函館水道100年市函館市水道局 P268 から270神山300し山海村300記念祭実行委員会編昭和60年 P143 から144 P145 函館水道100年市函館市水道局 P271 十一リュ貯水池ありがとうございます